燃え盛る森の中を必死に駆け回り、狼はやっと王子を見つけ出します。王子は燃える木々に囲まれ、今にも炎に飲み込まれそうになっていました。熱い熱いと必死に助けを求めています。狼は王子を助けるため、ぼうぼうと燃え盛る炎に近づいていきます。王子、助けに来たよ。恐る恐る狼は王子に声をかけます。姫。王子は狼へどんな言葉を返したらよいか分かりませんでした。あんなに火が苦手だったのに、今命がけで王子を助けてくれました。だ、狼も王子へかける言葉が見つからず、真っ赤に燃える森の中、二人は黙って向かい合うことしかできませんでした。その時です。バキバキと木々が倒れる轟音が聞こえ、森全体が大きく揺れました。轟音のした方向に目を向けると、遠くの方で森の木々の高さを超えるほど大きな怪物が、怒りに満ちた猛々しい咆哮を上げながら、今まさに立ち上がろうとしているのが見えました。こんな恐ろしい怪物は見たことがありません。森に住む生き物や化け物たちは皆パニックになり、怪物のいない方向へ一斉に逃げ出しました。逃げ出す生き物たちの中には、魔女の使い魔たちの姿も見えます。魔女の使い魔たちは何かを叫びながら逃げていました。森の魔女がお怒りだ。愛するコレクションを燃やされて、昔のように大暴れ。もうこの森はおしまいだ。それを聞いた狼と王子は顔を見合わせます。あれは森の魔女なの。コレクションが燃やされて怒ってるって、これ僕たちのせいだ。うん、でもあんな怪物どうやってやっつければ。狼は怪物になった魔女を倒す方法を考えます。王子を連れてここから逃げないと、などと狼が考えていると、姫、魔女に謝りに行こう。思いがけない王子の言葉に狼は耳を疑います。謝りに？そう、悪いことをしたら謝らないと。悪いことをしたら謝る。狼は王子の言葉を繰り返します。早く行こう姫。狼は少し考え込んでいましたが、やがて強くうなずきます。わかった、わかったよ王子。
had to do was drop down there. Pinball is interesting. That's an interesting one. Let's see, what do we got here? Any extras? Not seeing anything. Alright. Okay.
on. Oh, we have to do this again? Seriously. No? No? Okay. There we go. There's one. Perfect. Okay. Off we go. Come on, Prince. In there. Okay. Cool. Make sure. Hold on. Jump. I got one! Alright, got one. What are we doing here? We are. That's interesting. Thank you.
Flowers in the game, I believe. Oh, this part's gonna be fun, isn't it? Oh. This is another one of those, huh? It's gonna keep going. Are the next checkpoint yet? Shoot. That place down there makes me think that there's something down there.
Like, I don't want to do this over again. I think it's just bait. There's nothing down there. Here I got the flower. Here I got all the petals. It's just bait. How dare you, game? How dare you? On the other hand, that's not bait. What? What? I call baloney. I call bologna sandwich. That was bollocks. That was bollocks. Thank you.
Good job, guys. Alright. Time for cutscene? Time for a boss fight? ついに二人は魔女の館があった場所にたどり着きました。怪物になった魔女が押しつぶしたのでしょうか。かつての魔女の館は今は見る影もない瓦礫の山になっています。その破壊の跡を目で追うと、少し先に魔女の姿が見えました。怒りに我を忘れ、館の周りの森を所構わずその巨体で押しつぶしています。王子、どうしよう。話を聞いてくれそうな感じじゃないよ。そうなんだ。でも大丈夫だよ。大丈夫？一体何が大丈夫なのか。姫はいぶかしげに王子を見つめます。姫はとっても強いからね。え、王子。王子はこんな状況で冗談を言っているのか、それとも本気で言っているのか、姫には理解できず、ただうろたえるのみです。魔女のうなり声と地響きが二人のやりとりに割り込みます。魔女は姫と王子に気づいた様子で、明らかな敵意を二人に向けて近づいてきます。二人が森や魔女の大切なコレクションを燃やした犯人だと知っているようでした。王子、魔女が近づいてくるよ。姫は慌てて王子を連れて逃げようとします。ですが王子は動く様子がありません。姫、今の魔女は怒ってて話を聞いてくれないけど、何とかして落ち着いたら話を聞いてくれると思う。落ち着くってどうやって？ちょっとやっつけるとか？それができれば苦労はしないのですが、しかし王子は強気で続けます。だから、okay. お願い姫、mm-hmm. All right.魔女をちょっとやっつけて。できるかな。そう言いながらも姫は狼に変わり、巨大な怪物に向かって地を蹴り駆け出しました。
is going to be difficult. I can't move him up there. Certainly interesting. To protect. Have to protect the prince. Nice part.
going. Bam. One viewer. A little bit, but it's like, okay. It's gotta be where it's not. Alright, come on, board. Over here. There we go. Bam! What? I call baloney. I call shenanigans. Bam! Yes. Yes. Jump? No!
Oh. I see what you're doing. Got you with your own magic. と姫は怒り狂う魔女を何とか鎮めることができました。魔女との戦いで猛々と立ち込めた煙がだんだんと跳ね上がります。 Feel free to say something in chat and I may respond. 怪物から元の姿に戻った魔女はしばらく気を失っているようでしたが、やがて目を覚ましよろよろと立ち上がります。畜生、大切なものを踏みにじっておいて許せない。あいつらめ、なんで分かってくれないんだ。魔女はボロボロになった魔法の杖を二人に差し向けました。魔法の力が光となって杖の先端に集まり鋭く輝きます。ごめんなさい。魔女はピクリと動きを止めました。ふんふん、ちょっと見ない間に素直な心を少しは身につけてきたのかい。そんなことでお前たちのしたことを許してやるとでも思うのか。言葉とは裏腹に魔女からはさっきまでの土器がなぜか感じられなくなっています。そういやお前は私に何か用があったんだったね。魔女の言葉に姫は王子を連れて魔女に会いに来た理由を思い出します。そうだった、魔女お願い、王子の目を治してあげて。私たちそのためにここまで来たの。姫のなりふり構わぬ賢明な態度に魔女は顔を歪めます。その表情は怒りのようにも愉悦のようにも見えました。へえ、私のコレクションと庭を焼いておいて、よくもそうずうずうしくお願いができるものだ。しかしまあ、私は寛大な魔女だ。お前がそれ相応の代償を支払うというのなら、その願い聞いてやらんこともないよ。眠るような口調で魔女は言います。どうすればいいの？お前がここに来た理由のすべて、それをもらおうかね。それって姫は嫌な予感に背筋が冷たくなるのを感じました。王子さん、そんなと言っても王子の命をもらうわけじゃないよ。私は魔法の代償に命は取らない主義だからね。姫は少し安心しますが、魔女は代償の話を続けます。お前の王子に関する記憶を全部奪わせてもらおう。それに姫に変身する魔法も返してもらうよ。ああ、もちろん歌声は返さないよ。当たり前だね。本来なら目を治すのにこんなに代償は取らないんだけどね。余った魔力はお前たちに焼かれた森を治すのにでも使わせてもらうさ。狼の全てを捧げろと言わんばかりの
魔女の要求。どうだい、これだけの代償お前に払えるのかい。自分勝手で嘘をついて生きてきたお前が、ただのちっぽけな人間一人のために。姫、狼は考えます。これまでの出来事、王子との旅、自分がしたこと、今まで生きてきた中で一番深く深く考え。分かったわ、その代償を払うから。王子の目を直して。狼は王子のために代償を払う決断をしました。ダメだよ、僕のためにそんなことさせられないよ。王子はとんでもない条件を受け入れようとする姫を止めようとします。姫は王子の手を握り、王子に語りかけます。いいの、王子。私は王子の目を傷つけてしまった。だけどそれをごまかして王子の目を直せば、それだけで王子と仲良くしていいって思ってた。でもそれじゃダメだって分かったんだ。だから王子、傷つけたり嘘ついたりしてごめんね。取引成立だね。姫と王子に割り込み、魔女は魔法の儀式を始めます。魔法の力の波によって姫は囚われ、王子は弾き飛ばされます。まずはその姫の姿から返してもらうよ。魔女が指をクイと動かすと、あっけなく姫の姿は狼へと戻ってしまいました。さて次は代償の取り立てだね。魔女が杖を振るうと、狼を覆う魔法の波が力強くうねります。狼の精神はゾワゾワと魔女の魔法の力に掌握されてゆき、意識がどんどん遠のいていきます。姫、音を頼りに王子は狼の方へ駆け寄ります。王子の力では魔女の魔法の力から狼を引き剥がすことはできません。王子は狼の顔に触れ語りかけます。姫、僕も謝らなきゃ。あの時化け物なんて言って、嘘つきなんてひどいこと言って。姫の気持ちに嘘なんかなかったよ。姫は嘘つきなんかじゃなかった。だから姫が記憶をなくして今の気持ちを忘れても、僕が覚えてるから。そこで狼の意識はほとんどなくなり、王子の言葉を最後まで聞くことはできませんでした。消えゆく意識の中、狼は思います。最後に素直な気持ちで謝れてよかった。王子は許してくれたかな。仲直りできたなら改めて友達になってもらって、それからもっと仲良くなりたかったな。そして狼の意識は真っ白になりました。
It's got that whole Fubu-esque vibe to it. Oh? They're gonna leave the ending to be, Is this a Lady or Tiger kind of ending? What did the witch actually decide to do? あるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は魔女が支配し、人食いの化け物が徘徊する恐ろしい、そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩には誰かの歌、いいえ、それは歌とは言えないほどに随分と下手くそなものでした。声の主は狼を思わせる姿の化け物。彼女は毎夜この小高い岩の上で寂しそうな声で月に向かって歌うのでした。なんで私は歌ってるんだろう。あんまり歌うまくないのに。狼は時々とても寂しい気持ちになる時があり、そんな時はなぜかここで歌を歌いたくなるのでした。どうしてだろうと考えようとしても、記憶に白いもやがかかり、何も思い出すことはできませんでした。なんか心にぽっかり穴が開いたような感じ。狼の寂しげな歌は夜の闇の中に吸い込まれるように消えていきました。歌い終わるとあたりに静寂が訪れます。何をするわけでもなく、狼が空を見つめてぼんやりとしていると、不意に近くから物音が聞こえました。よいしょ。狼はびっくりしました。見知らぬ人間が突然岩を登って目の前までやってきたのです。ですが狼にとっては人間など敵ではありません。しかも目の前に現れたのは肉の柔らかそうな人間の子供でした。最近は
あんまり人間を食べる気が起きませんでしたが、久しぶりのご馳走が向こうからやってきたのです。小腹も空いているし、引き裂いて食べてやろうと大きな爪を振り上げました。その爪を振り下ろそうと力を込めたその時、不意にその人間、視界いっぱいに広がる色とりどりのそれに、狼は目を奪われ、振り下ろそうとした手を思わず止めてしまいます。なぜか懐かしさを感じる優しい香りが狼を包み込みました。花、それはいくつもの花が束ねられた小さな花束でした。そうだよ、今までのお返し。そう言ってその人間は柔らかく微笑みました。狼には何のことだか分かりません。また会いに来たよ、姫。その言葉を聞いた瞬間、狼の目からポロリと涙がこぼれました。涙は後から後から溢れ出し、言い表せない感情とともに止まらなくなりました。狼には目の前の人間が何を言っているのか全く分かりません。だけど正体不明の大切な何かが心の穴を満たしていきます。狼は振り上げた爪をゆっくり下ろし、差し出された花束に手を伸ばしました。優しく優しく握られた大きな手の中で、小さな花は静かに揺れました。狼はその場に座り込みます。花束を手渡した人間は嬉しそうに微笑み、狼の隣に座ります。狼のぼやける視界の向こうで人間の笑顔が揺れました。狼と人間は寄り添い、狼は歌を歌い始めました。それはお世辞にもうまいとは言えない、どうしようもなく下手くそな歌でしたが、人間は嬉しそうにそれに耳を傾けます。これまで月に向かって歌われていたその歌は、今は隣にいる人のために歌われます。それは不器用だけど素直な気持ちがこもったとても温かな歌声となり、夜の森にいつまでもいつまでも響き渡りました。めでたしめでたし。Okay. I mean, I like that this story has some, like, you know, forgiveness and, oh, it's crying now. Look at that. Or it's raining. One of the two. Okay. Beat it in 5 hours. Not bad. Not bad. Well, or six times. Chapter cast the soul. Is this part of the tower? What? これはどこかあるところに、昼でも薄暗い闇の広がるその森は、そんな恐ろしい森で歌声の主は狼。
そんな狼の歌に変わり者。狼の歌。狼の歌が終わると、歌い終わった狼は、でも王子から無邪気な拍手。そんな夜を。だけどこの日も。そんな夜が何度か繰り返され、ですが王子にその決意とは。歌っていた狼はどうしたんだろうと。姿を見られたら嫌う。その手に突然襲いかかってき、その時王子の腕に伝わったの。王子は狼のどさ。その時王国の岩の上に王子を傷つけた化け物。深い傷を負った王子は、あれから化け物に顔を引き裂かれ、王子のことが気になっていた狼も definitely not worth 50. And I got that. I got the version of the art book and soundtrack and the artwork soundtrack. I guess that's worth an additional 10-20 bucks. So it normally would be like 30 bucks. If this was on Steam, I could see this being worth, you know? $20 on release. Most people probably will wait for it to go down to 10 or 5, something like that. You know, if it's available on PSN for a little bit, then really nice artwork, though. Like, really nice artwork. Really nice story. I think kids will like it. Kids will probably spend more than 5 hours, 5 or 6 hours playing it. Yeah, kids maybe. If you have kids, maybe this is worth it. Anyway, end of broadcast.